皆さん、暇ですか？暇なあなたには、技術書でも何でもないこの本を勧めたい。皆さんこんにちは。映像学へようこそ。このシリーズでは、映像やデザインについて発信しています。チュートリアル動画を出そうかなって思ってたんですが、少々編集に時間をかけているため、後回しにします。今回は短めに、皆さんの身近な話題からお話ししましょうかしら。そう。この動画を出すのは、2020年4月。例のウイルスで大変な今、あなたが良い子であれば、お家に引きこもっていることと思います。しかし、暇ですねー。映像学区を見ている人には、映像初心者が多いようです。例えば実写極めたい映像初心者も、お家にいると素材は撮れません。しかし、この時間はある意味貴重なブランクです。どうせならいつもやらないことをしましょうよ。本、読むとかね。やることもなく暇な皆さんのために、今日は私からおすすめの本2冊をご紹介しましょう。それでは、どうぞ。映像学区だから動画関係の書籍を紹介すると思ってますよね。それは間違った認識です。映像を作りたいって思っている人は、普通なら、動画関係の書籍くらい当たり前に覗いています。映像学区で紹介する必要がないってわけですよ。お待たせしました。一冊目に紹介するのはこちら。デザイン入門教室。もうしつこいくらいに映像学区で取り上げた本なので、飽きている人もいるかもしれません。でもそれくらいおすすめな本なんですよ、これが。前々回にもお話しした通り、趣味レベルの映像制作でも、デザインスキルを持っていて損はないんです。これは以前ゆっくり実況の例でも紹介した通りですね。いくら動画の質が上がろうとも、サムネが台無しだと微妙な結果に終わることも、まあ結構あったりします。実況紹介レビューのジャンルなんかは、特に界隈全体の動画本数が多いですし、見栄えで動画を選ぶ人も多そう。いわば静止画のデザインだけでも、編集力が決まってしまう時代なんですよね。で、デザインの勉強って、どこか難しいっていう印象を持たれがちなんですけど、私、それは間違っていると思うんですよ。何か専門の学校に通っていたわけではないので、もちろん極めた部分に関しては語れないんですが、少なくとも基礎のグラフィックデザインであれば、難しくはありません。よくセンスじゃセンスじゃ、って言いますよね。でも、作品全部がセンスってことはないわずなんですわ。作品全体を一つのデザインと考えるから混乱するんですよ。そうじゃなくて、揃える、ずらす、フォント選びを知る、みたいに、部分で分けて考えればいいじゃないか。そう、デザインの基礎知識は、服を一個ずつ覚えるのと似たようなものです。デザインでいう服の一つ一つは、バラバラなところに転がっています。早く服を覚えるなら、服用が欲しいですよね。この書籍は、点でバラバラになりがちなデザイン知識を、一冊にまとめ上げているの。しかもプロの作例がたくさん、私も何か動画作りで行き詰まったら、ちらっと覗くような、そんな本です。2冊目はこちら。ライフハック大全、人生と仕事を変える小さな習慣250。ライフハック本ってやつです。本のカバーは外してしまったので、こっちを写しておきましょう。購入したのはだいぶ前の本ですが、これはまさに今おすすめしたいですね。感染症自粛で家に引きこもっている以上、生活は半ばフリーランスの人みたいな感じになります。フリーランスクリエイターの方が、生活リズムを整えるのに、なかなか苦労するという話は聞きます。それで、このご時世、学校も何もかも閉鎖になった今、私たちにも生活リズムの問題は関わりつつあります。この自粛期間を、ちょうどいい趣味の時間と思えば、せっかくの時間を無駄にはしたくない。だからこそ、効率よく生きるために、ライフハックってのが必要だと思うんですよ。映像を始めた人なら、後々依頼を受ける人も多いと思います。依頼制作と自分の生活を並行するために、どうすればスケジュール管理できるか、だとか、どうすればファイル整理できるか、とか。この本からは、250もの項目からそういうことを学べます。考え方や心の持ちようから、実用的な IT ツールの紹介まで幅広く扱っている本なので、ぜひ覗いてみてはいかがでしょうか。あとこの本のブックデザイン、めっちゃ綺麗よ。今回は、映像初心者にこの時期おすすめしたい本、というお話をしました。
2冊は多分 Amazon や小さな書店でも手に入ります。ぜひ一度手に取ってみてください。いつもコメントありがとうございます。紹介依頼案件ではないですが、以前紹介したものを購入報告してくれた方がいらっしゃいました。嬉しいことです。さて、次回は何について話そうかしら。